ある程度できるんだけれども、過方になると、なんかこう、ちまちました音量しか出ないとかね、ちょろちょろちょろみたいな <laughs>、もうちょっと音量欲しいですと、えー、言った場合に、フィンガースナップっていうのが、私的にはおすすめです。いわゆる、えっ、ー、と、指パッチンってあるじゃないですか。これが結構ね、この指のコントロールプラス、ここの、 軽い筋トレになってよろしいのでございますので、これを紹介しますのでやってみてください。やり方を言うと、各指で指パッチンをするっていう、ただそれだけなんですけど、思いっきりテンションをかけて、パチンってやってしまうと、めちゃくちゃこの辺を痛める可能性があるから、気持ちこう通りすがるぐらいの感じで、小指と親指、小指と親指をすれ違わせる。 今度薬指、はい、これもグッとテンションをかけないですれ違うくらいで指パッチン親指と薬のすれ違いねもう軽くすれ違うくらいでさっさっさってで中指はい中指もまあ普通の指パッチン、まあ、ポールマキさんみたいなねパチ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 みたいなやる必要は全くないので むしろテンションはできるだけかけないですれ違うようにするで最後人差し指で一個一個の指で確認していただいてなるべくこれ両手でやるといいね両手で小指薬中人すれ違いすれ違いすれ違いってね えー、こするようなするような感じでやるとでこれで小指薬中指人差し小指薬中指人差し各指で指パッチンっていうかこの親指と指の交差をするでもし慣れたらなんですけど机のこう襟とか縁とかに 小指、薬、中指、人差し軽くこうやって当てる多分ねもう3日で成果が感じられると思いますで割とやればやっただけこの 基本的なこのチョンってやった時の音量とこのフルスピード感っていうのが以前の自分よりアップしてるっていうのを感じることができると思いますのでやってみてください、はい、ただ一日にあんまりやりすぎると痛めるリスクがめちゃくちゃ高いので結構気をつけてやってくださいなんか痛いなとか張ってるなっていうのを感じるようであれば休めて完全に回復した状態で まずちょんちょんちょんから始めて、口腔なひ、口腔なひ、触るのだから始めて、これできるわーつってなったら、今度はこれを交差させる、振り切る。小指、薬、中指、人差し、小指、薬、中指、人差しと、指バッチンをえやったり、なんかどこか当てたりする。はい、すると、この。 一打一打のパワーとスピードが上がるはずでございます。